Xbox Xbox シリーズ X SXbox シリーズ X S はマイクロソフトが2020年11月10日に発売した家庭用ゲーム機の総称及びその開発プロジェクト。ゲーム機の名称は単に Xbox でありシリーズ X 及びシリーズ S の部分は機種の細分を示す語である。正式名称の発表前はプロジェクトスカーレットと呼ばれていた。 マイクロソフトの家庭用ゲーム機の大幅刷新は2013年以来7年ぶりとなる。2020年にマイクロソフト社は Xbox シリーズ X と Xbox シリーズ S の2種類のモデルで発売することを発表した。プロセッサには AMD 社製 CPU と GPU はどなりを搭載、ストレージには SSD を採用する。 マイクロソフトは2020年10月28日に正式発表されたドナニを従前に使用できる唯一のハードとしている。マイクロソフトは Xbox シリーズ X をこれまでで最速かつ最も強力なコンソールと称しており、パフォーマンスでは Xbox One X の約4倍の処理能力を実現し、4K、60fps から 4K、 120fps を性能目標とし、8K 解像度の秒が、ハードウェアレベルでのレートレーシングや、可変リフレッシュレートにも対応する。Xbox シリーズ S は、最も小さな Xbox と称しており、ディスクドライブ非搭載で 4K、8K 解像度をサポートせず、1440p までとなる。Xbox ゲームパスや、初代 Xbox Xbox 360、Xbox One の3世代分の広報互換性を備えており、発売日から数千の過去のゲームを遊ぶことが可能である。また、Xbox One と Xbox Series X、S の両方で発売されているソフトの多くは、スマートデリバリーに対応しており、どちらか一方の機種のソフトを購入しただけで両方の機種版のソフトを購入したことになり、 無償でも一方の機種版をダウンロードできる権利を得る。当初は日本での発売が世界最速になる予定だったが、新型コロナウイルス感染症拡大によるイギリス及び EU 各国の外出禁止令をはじめとしたロックダウン発令により、欧州では2020年11月5日に前倒しで発売されることとなった。同時期に発売されたライバル機、 プレイステーション5との性能差については、不動小数点数演算能力を引き合いに出して、Xbox シリーズ X の方が上回ると、されてきた。しかしながら、発売後の初期テストの結果では、プレイステーション5の方が上回る結果が出ており、マイクロソフトは開発者と協力して、解決に取り組んでいるとの声明を発表した。この問題に関しては、 Xbox 側のプラットフォームに原因があるのではなく開発キットの提供が遅れたことによって開発者が最適化に十分な時間を取れなかったことに起因するものである可能性も指摘されている。Xbox ワイヤレスコントローラー Xbox シリーズ XS は全世代機の Xbox One のコントローラーとの互換性を持っているため Xbox One Wireless Controller から記載する。第1世代 Xbox One Wireless ControllerXbox 360のコントローラーから40項目以上の改良が施されている。Wi-Fi Direct による通信方式を採用したことで本体との通信速度が大幅に高速化している。トリガーに触れる左右の指先それぞれに振動を伝えることができるように 振動モーターが左右のグリップ部分に加え、トリガー付近に追加され合計4個となった。アナログスティックの円が網目状になり、軽く操作できるようになった。単三電池2本で駆動する。電池の収納が縦から横になり、背面がフラットになっている。十字キーは溝から直接十字のパッドが露出する形状に変更された。キネクトにより、どのコントローラーが どの位置で操作されているか検知する。これはコントローラー正面に赤外線 LED があり、それを赤外線カメラで撮影しているためである。マイクロ USB 端子を搭載しており、USB ケーブルで本体と接続すれば無線をオフにして優先コントローラーとしても使用可能である。Windows 用ドライバーも提供されており、PC でも使用可能。 Xbox One 初期型本体の同梱コントローラーである。第2世代、Xbox One ワイヤレスコントローラーイヤホン端子が追加されたコントローラー。第3世代、Xbox ワイヤレスコントローラー Xbox One S、Xbox One X に標準搭載されるコントローラーは単体で、Bluetooth 接続に対応する。日本では2017年1月27日に、 Xbox コントローラーが登場した。第3世代の商品名は、Xbox One の部分から One がなくなり、Xbox となった。第4世代、Xbox ワイヤレスコントローラー、Xbox Series、S、と同時発売のコントローラー。Xbox One と互換性があり、Xbox One でも使用することが可能である。基本的には、 1> 第1第4世代のコントローラーと同じであり、前モデルからの変更点という意味では、小幅な改良にとどまっている。シェアボタンが新設され、手軽にスクリーンショットや動画をコミュニティに共有することが可能になった。また、D パッドにハイブリッド方向パッドが採用され、斜め入力がしやすくなっている。USB 接続端子が USB Type-C になり、トリガーと バンパーも滑りにくい、マット仕上げに。さらに、触角ドットパターンが追加され、グリップしやすくなっている。また、平均的な8歳の子供の手のサイズに最適化することにより、若干サイズが小さくなり、持ちやすくなり、Bluetooth Low Energy ダイナミックレイテンシーインプットをサポートした。全体的に、Xbox Elite Wireless Controller シリーズ2に、 近い仕様になっている。ありがとうございます。